皆様こんにちは。こんにちは。今日は久しぶりのお出かけです。普段ね、我が家ね、全然出かけないんですよね。家が好きな人。今日は実はハリーポッターのミュージカルを街の方で予約しているので、はい、見に行きたいんですけど、はい、みんなあんまり乗り気じゃないのよ。見てよ。最初にハリーポッター興味ないし。興味ないって。カオは？だって1年前からチケット取ってたんですよ。そう、家で過ごしたかったみたいで、もうさっきからちょっとイライラ気味なんだよね。何を言ってんの。まあでも久しぶりに街に出るので、せっかくなんでちょっといろいろやりたいなと思って、まあ、買い物もしたいし、夜ご飯も食べたいし、ミュージカルも見たいし、めったに出かけないカホ世紀が出かけるとどうなるか。いや、そんなめったにってことじゃないでしょ。このもうやめて、もう帰りたい。手土産るぞ。たかし、ちょっとお願い事があって、プールの塩を買ってきてもらいたいんだよね。そうすると結構意外と時間ギリギリじゃないかと思って。いや、もう早く行こう。もう時間ないよ。塩すっごい量。あ、やばいでしょ。わかんない、全然無理だよ。重いもん、20キロある。どっくろ20キロ。頑張れ。オッケー、じゃあ次はミュージカルのところに向かいます。いい仕事したね。はい、街にやってきましたよ。こちらが会場。カホちゃんはハリーポッター本読んでるんでね、説明できますね。とりあえずちょっとモールに行って買い物してご飯食べましょう。おー、なんかカホ世紀が街にいるのが不思議な感じ。モールに着きましたよ。多分あのさ、シュガーなんとかっていう甘いお菓子屋さん探して。うん、かわいい。明日かほちゃんがお呼ばれしてるんで手土産買いに来たんだよね。見て見てこれ。あ、これとかも超かわいい。これいいんじゃない、これにしたら。コーヒー買いましたよ。もうご飯行った方がいい。食べちゃう。そうだね、夜ご飯行こう。今日の夜ご飯はイタリアンです。なんて呼ぶんだろう。さあ、すぐ入れるかな。いい匂いがしてる、うん、美味しそう。さあ、何を頼みましょうかね。ビーフカルパッチョとシュリンプカクテルが来ました。せーの、ガサン、はい、いただこう、いただこう。美味しそう。かほちゃんがビーフカルパッチョいきます。うん、手で食べちゃっていいよ。美味しい。うん、ほんと。パスタが来ました。美味しそう。ピザでかい。贅沢すぎて、卵が、この卵を麺に絡めるの。卵かけご飯みたいに、そう、ポップして行け。絡めて。うまそう。カホちゃんいた。味気ない。おいしい。卵かけご飯、卵かけパスタ。おいしい。ハリーポッターまでちょっと時間あるんで散歩しますよ。ハリーポッター、ハリー
ポッター。フランス語みたいな感じで。ハリーポッター。こっちだと思う、多分すじりに行きましたよ。ここで明日の朝ごはん用のデザートを買います。朝はデザート。これきなこだけ食べたよね。これってすぐ冷蔵庫にないと切れない。今食べれる、食べれる。いっぱい食べたけどまだ食べます。ママも一口ください。なんか見つばらない。うまめっちゃうまいよ。パパが鉄おじさんのチーズケーキ食べたいに来たんですけど、すっごい中で大行列してて。並ぶ？並ばない。葉月堂っていう日本のクロワッサン屋さんに来ましたよ。買って帰る。クロワッサン買いましたよ。いよいよじゃあハリーポッターに向かいますかね。よしゴー。ここですね。写真撮ります。わすごい真っ暗だけどこれが舞台ですね。もうすぐ始まりますよ。なんかグッズをゲットしようとしてますよ。どうでした？ミュージカル。あ、ミュージカルじゃなくて劇だったね、もうね。そう、ただなんか展開が早くて舞台の仕掛けがすごくてなかなか面白かったですね。日本でもやってるんで。そう。